フランシス・ニコルソンはイギリス軍の軍人であり植民地の管理者である。その軍歴にはアフリカやヨーロッパでの任務があり、その後ニューイングランド自治領で総督エドマンド・アンドロス教を支援するための軍隊指揮官として派遣された。そこで頭角を表し、1688年には自治領の副総督に指名された。1689年、 名誉革命の知らせが植民地に届くと、アンドロスはボストン暴動でその支配者の地位を追われた。ニコルソン自身も間もなくニューヨーク植民地での暴動中に捕まり、イングランドに逃げ帰った。その後はメリーランド植民地総督とバージニア植民地総督を務めた。ウィリアムアンドメアリー大学の設立を支持し、アンドロスがニコルソンを超えて、 バージニア植民地総督に選ばれた後で、アンドロスと喧嘩した。1709年、アン女王戦争中の植民地における軍事行動に巻き込まれるようになり、カナダに対する遠征を引いたが失敗した。その後、アカデアのポートロワイヤルに対する包囲を行い、1710年10月2日に、陥落させた。その後は、ノバスコシアとプラセンティアの総督となり、 サウスカロライナ植民地でその領主に対する反乱が起きた後ではそこの初代王名総督になった。ニッコルソンは中条の位に上り1728年にロンドンで独身のまま死んだ。ニッコルソンは植民地における公共教育を支持しイギリス海外福音伝道会や王立協会の会員だった。アメリカの建築にも影響を与えメリーランド州。 アナポリスやバージニア州ウィリアムズバーグの町の区画割りや設計を行った。植民地の統合を早くから提唱したものであり、主に共通の敵からの防衛がその理由だった。フランシス・ニコルソンは1655年11月12日にイングランド・ヨークシャーのダウンホームの村で生まれた。その先祖あるいは若年の頃のことについてはほとんど知られていない。 ある程度の教育を受けたことは明らかである。チャールズ・ポーレットの故障を務め、その日ごかに経歴が進んだ。ポーレットの娘であるジェーンに仕え、ジェーンがブリッジウォーター伯爵、ジョン・エガートンと結婚して、エガートンがもう一人の被護者となり、経歴を積むのに役立った。ニコルソンの軍歴は1678年1月、ポーレットが オランダ連隊での勝尉の人間を購入した時に始まった。この部隊ではフランダースでフランスと対戦することになった。この連隊が戦うことはなく、その年の末には解体された。1680年7月、新しく結成されたタンジール第二連隊の参謀中尉の人間を購入した。この部隊はイギリス領タンジールに派遣され、 タンジール氏を守る中屯部隊を補強した。当時のタンジールの評議会は、ヨーク公が長となり、総督はパーシー・カーク大佐だった。ニッコルソンは、軍務で頭角を表し、敵のモロッコの宿営地、タンジーール、ロンドンの間で伝言を運んだ。カークからの友好的な評価に加えて、このことが強力な植民地担当大臣、ウィリアム・ブラスウェイトの注目を引いた。 1682年に、タンジールが放棄され、連隊はイングランドに戻った。このタンジール任務の間に、北アメリカ植民地で著名になったトマス・ドンガンや、アレクサンダースポッツウッドなど多くの人物と出会った。1685年、タンジール連隊が、モンマスの反乱を沈めた時に、ニコルソンもおそらく連隊と共にあったが、各の部隊における不穏当な振る舞いにおいて、 ニコルソンが果たした役割は不明である。カークはチャールズ2世から将来に期待されたニューイングランド自治領の総督に選ばれていたが、反乱を沈める時の役割を強く批判され、ジェームズがその使命を取り下げた。その代わりに総督職はエドマンド・アンドロス教に渡され、この時大意だったニコルソンは、不評一個中隊の隊長としてアンドロスに従い、 1686年10月にボストンに行った。アンドロスはフランス領アカディアの実質的に偵察となる任務にニコルソンを派遣した。アカディアの総督に表面上は様々な問題に対する抗議の文書を運ぶという役割の下でポートロワイヤルの守りについて注意深く観察してきた。ニコルソンはこの任務でアンドロスに印象を与え、 まもなく自治領の評議会議員に指名された。エドマンド・アンドロス共戦688年、ロンドンの貿易省がニューイングランド自治領の中にニューヨーク、東ジャージー、西ジャージーの各植民地を含めるよう拡大した。ニコルソンは自治領の副総督に指名され、アンドロスと共にそれら植民地の支配を引き継ぐためにニューヨークに行った。ニコルソンの支配は、 土地の評議会に支援されるが議会はないものであり、多くのニューヨーク人から我々古代の特権を蝕んだ最も先制的な方法を採用した欧米による総督の路線を引き継ぐものと見られた。ニッコルソンは植民地人が征服された民であり、それゆえにイングランド人のように多くの権利や特権を主張できないと言ってその支配を正当化した。ニコルソンは当初、 先代総督だったカトリックのトマス・ドンガンに代わる改善されるものと見られた。しかし、植民地の古い森とは、アンドロスが植民地の記録すべてをボストンに移し、続いてニコルソンがドンガンやニューヨークの人握りのカトリック教徒が礼拝に使っていたジェームズ・トリデの礼拝堂の装飾を保存することで、時として強硬派になるプロテスタント住民に警告を与えたことに不満だった。 オランダがイングランドを侵略するという噂に反応してニコルソンは1689年1月植民民兵隊に国王のために植民地を守る警戒に入るよう命じた。ニコルソンは知らなかったことだがイングランドの情勢はすでに変化していた。アンドロスの逮捕を描いた版画1688年後半名誉革命によりジェームズが ウィリアムメアリーによって退位させられると、マサチューセッツでもボストンでアンドロスに対して反乱が起こり、アンドロスやその他自治療の指導者を逮捕した。この暴動は急速に自治療全体に広がり、ニューイングランドはすぐに元の植民地とそれを収めた政府の形に戻った。ボストン暴動の知らせが1週間後にニューヨークに届くとニコルソンは、 ニューヨークで反乱が起こることを恐れて、その知らせは愚か、イングランドの革命についても公表しようとはしなかった。ボストン暴動の話がロングアイランドに達すると、政治家や民兵隊の指導者がより強引な形を取り、5月半ばまでに自治領の役人は多くの町から追い出された。これと同時にニコルソンは、フランスがイングランドに宣戦線布告したことを知り、 ニューヨーク北部のフロンティアでは、フランスとインディアンに攻撃される恐れが出てきたことが分かった。インディアンが襲撃してくるという噂に、パニックになった市民を沈めるために、ニコルソンはジェームズ砦の陸軍守備隊に民兵隊を呼び入れた。ニューヨークの防衛はお粗末な状態だったので、ニコルソンの評議会はそれを改善するために、輸入関税を課することを決めた。 このことにはすぐに抵抗があり、多くの商人が税金を払うことを拒否した。特に目立ったのが、ジェイコブ・ライスラーだった。ライスラーは、生まれの良いドイツ・カルバン主義者の移民であり、商人かつ民兵隊長だった。ライスラーは、自治領の支配に戦闘だって反対するものだった。自治領は、ローマ教皇すなわちカトリックを植民地に押し付けようとするものであり、 ニコルソンの正規兵を堕落させる役割を果たす可能性があると考えた。5月22日、ニコルソンの評議会に民兵隊から請願があり、市の防衛に急速な改良を加えることに加え、取の火薬庫を検査することを求めた。この要求が拒否されると、火薬の供給量が不足しているという心配を増すことになった。市の指導者たちが追加物資を求めて、 市内を漁るようになると、この心配がさらに大きくなった。1689年5月30日、ニコルソンが民兵隊の士官に乱暴な言葉を吐いたという小さな出来事が一挙に反乱を引き起こした。ニコルソンはその短気さがよく知られており、その士官にお前に指揮されるよりも街が火に包まれるのを見たいものだと告げた。ニコルソンが本当に ニューヨークを燃やそうとしているという噂が街中に広まった。翌日、ニコルソンはその士官を呼び出し、その任務を辞職するよう要求した。その士官の上官であるエイブラハム・ド・ペイスターは、ニューヨーク市でも最大級に裕福なものであり、ニコルソンとの激論となり、その後やはり民兵隊長の弟ジョハニスと共に、評議会の議場から飛び出していった。 民兵隊が招集され、一団となってジェームズ砦に殺到し、占領した。ある士官が火薬庫の鍵を要求するために評議会の元に派遣された。これに対してニコルソンは、流血沙汰やそれ以上の間違いを起こさないようにと言って、ついに承服した。翌日、民兵隊士官の作戦会議が開かれ、ジェイコブ・ライスラーを市民兵隊指揮官に選んだ。 ライスラーがこれを受け、反乱軍は、新しい君主が適切に認証した総督を派遣するまで、君主のために砦を支配するという宣言を出した。この時点で、民兵隊が砦を支配し、すなわち、港全体を支配することになった。港に船が到着すると、乗客や船長を直接砦に連れてきて、ニコルソンとその評議会に外部から接触しないようにした。 6月6日、ニコルソンはイングランドへ戻ることを決め、そこでの手続きに使う証言を集め始めた。6月10日にニューヨーク市からジャージーの海岸に向けて出発し、そこでトマス・ダンガンと落ち合えることを期待していた。ダンガンはその後すぐにイングランドに向けて船出すると予想していた。しかし、実際に出港できたのは6月24日になってからだった。 多くの船から乗船を断られ、やっと弾丸のブリガンティンの分担を購入できた。一方、ライスラーは6月22日にウィリアムメアリーによる支配を宣言し、6月28日、合法の権威が不在の場合に代行する植民地安全委員会がライスラーを植民地の最高司令官に選定した。ニコルソンは8月にロンドンに到着し、 ニューヨークの状況を国王と貿易省に説明し、新しいニューヨーク総督の任命を督促し、自分を売り込んだ。チャールズ・ポーレットや、その他被護者の働きかけがあったにもかかわらず、国王ウィリアムは11月になって、ヘンリー・スローター大佐を次のニューヨーク総督に選んだ。しかし、国王は、ニコルソンの働きを認め、バージュニア植民地副総督に任命することで答えた。 ニコルソンは1692年までハワード・オブ・エフ・フィンガム教の下でバージニア植民地副総督を務めた。ウィリアム・アンド・メアリー大学創設の推進者となり、初代理事の一人に指名された。植民地民兵隊の改善に動き、植民地に貿易港を増やすことを認めた。港について植民地の代償人の間で競争を増やす者とみなす者もいたが、彼らから、 大した反対もなく進んだ。この期間に、ニコルソンは植民地における王室支配の高いレベルの代表者の一人だった。北部の植民地では王室支配が排除されており、南部の他の植民地は領主総督が治めていた。ニコルソンは共通の社会秩序を作り上げ、防衛を強調させるために、領主植民地を王室領に転換することを含め、 できるだけ早くすべての植民地に王室支配を確立するよう国王に推奨した。アナポリスの最初期とされる地図、1718年政策のものを1743年に移したエフフィンガム教は1692年2月に総督を辞職し、ニコルソンとアンドロスの間で次の総督職をめぐる争いが始まった。アンドロスはロンドンにあって、 上級の人物であり、その地位を与えられ、ニコルソンを大いに悩ませることになった。このことが二人の間に成長していた、嫌悪感を深まらせることになった。当時の批評家の一人は、ニコルソンが特にエドマンド・アンドロス教に不満を抱いており、それ以前にあったことに特別憤慨したことがあったと、記していた。ニコルソンはメリーランドの副総督になることでなだめられ、その時から、 アンドロスの排除のために動いていた。アンドロスが1692年9月に到着するとニコルソンは彼を愛想よく出迎え、その後にロンドンに向かった。ニコルソンはメリーランド植民地総督のライオネル・コプリー卿が死んだ1693年にまだイングランドにいた。アンドロスがその任命書の条項に従い、 メリーランド植民地総督評議会からの要請に応じ1693年9月にメリーランドに行って事態を整え1694年5月に再訪して植民地議会を主催した。これらの任務についてアンドロスには500ポンドが支払われた。その後新たにメリーランド植民地総督に指名されたニコルソンが7月に到着したとき、 植民地の金庫が空っぽであることが分かったので、短期にアンドロスにその給与を返還するよう要求した。アンドロスがそれを拒否し、ニコルソンは貿易省に訴え出た。貿易省は1696年10月にアンドロスが300ポンドを返還せねばならないと裁定した。ニコルソンはイングランド国境界の信徒として成功会に関わり、 メリーランド植民地政府でのローマカトリック教会の影響を減らそうとし、植民地の首都をカトリックの強いセントメアリーズ式から南部のポトマック川沿いにあるセントメアリーズ郡、当時アン・アランデルズタウンと呼ばれていた場所に移した。その場所は後に女王となるアン王女にちなみアナポリスと改名された。ニコルソンがその場所を選んで区画割を行い、 うまく設計された公共空間に、聖公会協会と、州政府庁を置き、対角線上に道路を配置して、街の様々な部分をつないだ。これは一世紀後に、ピエール・シャルル・ランファンが作成した国の首都、すなわち、ワシントン DC とコロンビア地区の連邦都市の先駆けになった。建築士アヌマーク・チャイルドは、アナポリスに加えて、ニコルソンが後に、バージニアにいる間に、 区画割を決めた、ウィリアムズバーグの街を、イギリス帝国の中でも最良に設計された街に、加えた。ジェームズ・ブレア、ウィリアムメアリー大学設立のために動き、ニコルソンがそれを支援したニコルソンは、公共教育の支持者であり、そのための法の成立に動き、キング・ウィリアムの学校の建設資金を手当てした。これは、今日ある、セント・ジョンズ・カレッジの前身であり、人文科学、 一般教養に定評があり、古典的教育と名著を強調している。大西洋岸中部から北の植民地で海賊の問題をどう扱うか、ウィリアム・ペンとの論争に巻き込まれた。メリーランドでは植民地人が商品や効果を植民地にもたらす海賊に対して寛容である、監修に対し、ニコルソンが厳しく対処していた。ペンの政府も、 同様に海賊に寛容であることに気づいており、ニコルソンはペンシルベニアに向かう船をメリーランドの海域で停戦させて捜索し、ヨーロッパの完成品を運んでいるならば、関税を徴収するよう命じた。これについて、ペンが貿易省に抗議し、ニコルソンがその戦術を加減した時に、論争は下火になった。ニコルソンがメリーランドを統治した間、植民地人が、 イングランド人の権利を持つことを特に否定し、もし私がメリーランドの利益を妨げていないのであれば、またそれを収めているのであれば、彼らを統治することはできなかったことであろうと、記していた。ニコルソンのアンドロストの確執が続いている中で、ウィリアムメアリー大学の設立者、ジェームズ・ブレアという強力な同盟者を得た。この二人はイングランドで、 アンドロスに対抗する聖功会の支持を獲得でき、貿易省に長い苦情の書を送りつけた。この動きは、アンドロスに辞任の許可を求めさせることとなり、1698年12月、ニコルソンがバージニア植民地総督の職に任命されることとなった。アンドロスは怒りながら、自分の記録をニコルソンに渡すことを拒んだ。 ニコルソンの総督としての任期は1705年まで続いたが強力なバージニアの家系の小さな集団が支配する評議会にほとんど振り回されて過ごした。アンドロスの政治はバージニアで不人気だったのでニコルソンの得ていた指示は彼らの同意なしに行動する余裕をほとんど与えなかった。ある時点では評議会のことをマナーを理解しない。 単なる野獣たちとニコルソンが表現していた。植民地の首都ジェームズタウンからミドルプランテージョンに移し、ウィリアムズバーグと解明することなど、力のバランスを変える試みが多く行われたが、失敗した。評議会には反対されていたが、議会は外してニコルソンを支持したので、ロンドンの政府からは好意的に見られ続けた。1702年のウィリアムズバーグニコルソンが、 メリーランドの総督である間に、ミシシッピ側からのフランスの行動が目についてきた。1695年に貿易省に対して、フランスは探検家、ロベール・カブディエド・ラサールの設計を完成させるために、動いており、川を支配し、内陸のインディアンとの関係で優位となり、それが、イングランドの植民地にとっては致命的な結果になるかもしれないと警告していた。 1698年の報告書でもその警告を繰り返し貿易省はあらゆる植民地総督にアパラチア山脈を越えてインディアンとの交易開発を奨励する指示を出すことを提案していた。私は恐れていると書き出しフランス人がこちらの国に対してウィリアム王戦争で可能だったよりも多くの損失を与えられるだろうと続けていた。この観測は フランスの拡張がイングランドに貸す脅威に関してなされた最初期のものであり、その提案のいくつかは結局政策として採用されることになった。ニューヨーク植民地総督のベロモント博やサウスカロライナ植民地総督のジョセフ・ブレイクなど他の植民地総督にフロンティアでの公益拡大の考えを積極的に広めた。イングランドで起きた政治的危機と1702年に 案が大いについたことに続いて、トーリーの内閣ができ、ニコルソンの保育党パトロンを脇に押しやることになった。ニコルソンはその地位の保全のために最善を図ったが、1705年に呼び戻され、エドワード・ノットが公認になった。ニコルソンはロンドンに戻り、イギリス海外福音伝道会で活動し、北アメリカの科学的観察について、王立協会の会員に受け入れられた。 貿易省のコンサルタントとしても活動し、植民地の問題について意識を持ち続けた。サミュエル・ベッチ、戦争ではニコルソンに協力したが、その後反目するようになった1690年代のウィリアム王戦争の時、ニコルソンはバージニア植民地議会にニューヨークの防衛のための予算を割り当てるよう求めた。そこはヌーベル・フランスからの脅威があり、 バージニアを防衛するためのバッファーになるはずだった。植民地議会がそれを拒否し、ニコルソンがロンドンに訴えた後も同じだった。1702年に安城戦争が勃発すると、ニコルソンは自分の金から900ポンドをニューヨークに貸し、バージニアの土地賃貸税によって召喚できることを期待していた。この計画を宣伝することで、 バージニアにおけるニコルソンに対する嫌悪感を増し、ロンドン呼び戻しに一役買った可能性もある。バージニアは、この戦争で、軍事的な影響を受けなかった。ニコルソンが、戦争遂行のために植民地すべてから広く支援を得ようとした後で、ロンドンへの大きな提案となり、例えば全植民地が、単一の複王のもとにまとまり、複王に課税権があり、また、 常備軍を指揮するということを提案した。歴史家のジョン・フィスクによれば、ニコルソンはこの方法で、北アメリカの植民地すべてを統合する提案をした、最初期の人であるとしている。1708年から1709年の冬、スコットランドの実業家、サミュエル・ベッチがニューヨークとニューイングランドに興味を抱き、ロンドンに来て、女王と貿易省に、ヌーベル・フランスに対する。 大がかりな攻撃を提案した。ベッチはこの動きに加わるようニコルソンを誘った。その計画は、イギリス海軍の支援を得て、ケベックを川から攻撃し、ハドソン川を遡る陸からの遠征を行い、シャンプレーン湖を下って、モントリオールを攻撃するというものだった。ニコルソンが陸上部隊の指揮を行い、ベッチがニューイングランドの植民地民兵隊を率いて、 イギリス艦隊と共に進行するという計画だった。ニコルソンとベッチは1709年4月にボストンに到着するとすぐに軍隊の召集を始めその作戦に必要な物資を集めた。ニコルソンは以前にあったニューヨークの上流社会とのコネを使ってそこから必要な軍勢を集めニュージャージーやコネチカットからも部隊を集めた。総勢は 正規兵と植民地民兵で1500名となり、色恋族選手600名を加えて、6月にはニューヨークのオールバニのすぐ北にあるスティルウォーターとシャンプレーン湖の南端との間に3カ所の宿営地建設を始め、その間にイギリス艦隊がボストンに到着したという知らせを待っていた。しかしその遠征は悲惨なものになった。多くの兵士が病気になり、夏が長引き、 宿営地のお粗末な状態のために死んだ。艦隊到着の知らせはなかった。物資が不足してくるようになり、兵士は反抗的となり、脱走を始めた。最終的に10月になって、ヨーロッパの諸事情のために、艦隊の参加は7月に中止されたことが分かった。この時までに、兵士たちは、部隊前脱走し、砦や物資倉庫のすべてを破壊していた。 この大失敗の後でニコルソンはインディアンの州長4人を連れてロンドンに戻りアン女王にフランス領アカディアの首都ポートロアイアルに対する限定された遠征を率いる許可を求めた。女王がこの請願を認めニコルソンが1710年10月2日にポートロアイアルを占領した軍を率いた。この戦闘はアカデアの征服となりノバスコシアと呼ぶ領土に対するイギリスの 高級的支配の始まりとなった。ニコルソンは1711年に表したポートロワイヤル占領のための遠征の日誌で、遠征の記録を出版した。勝利によったニコルソンはイングランドに戻り、アン・ジョにヌーベル・フランスの中心であるケベック占領のための新たな遠征を提案した。その結果として起こされた海軍の遠征は、ホベンデン・ウォーカー帝督が指揮し、 ニコルソンは1709年のシャンプレーン湖に向かった遠征でたどったルートを行く陸上部隊を率いた。ウォーカーの艦隊の多くの艦船がセントローレンス川川口近くの岩で座礁したために遠征全体が中止されニコルソンは大いに怒ることになった。ニコルソンがその知らせを聞いた時にカツラを引きちぎって地面に投げ捨てたと言われている。ニコルソンは遠征が失敗した後で ロンドンに戻り、自分のために、ノバスコシア総督の地位を得るべく活動を始めた。1710年の勝利以後、サミュエル・ベッチがその総督を務めていたが、その植民地支配は、効率の良いものではなかった。ベッチと当時権力を握っていた、トーリーの内閣は、特に、フランス人、カトリック信者の扱いについて、事態に、どう対処するかについて、意見をことにしており、 ニコルソンはこれら苦情に上ずることになった。苦中といくらか極端な非難に彩られた議論の後に、1712年10月、ニコルソンに総督の地位が与えられた。その任命には、プラセンティアの総督職と全植民地の財政に関する感謝官としての権限も含まれていた。1714年にポートロワイヤルで数週間を過ごしただけで、 総督職は副総督のトマス・コールフィールドに任せた。この数週間はアカディア人とのフィッチで占められており、彼らは総督が変わったことに乗じて、ニコルソンが準備のできていなかった妥協を引き出そうとした。ニコルソンは軍隊と町との間の交渉を制限する命令を出し、すでに低下していたポートロワイヤル守備隊の指揮をさらに下げることになった。ニコルソンは イギリス植民地商人とフランス人の間の交易も取り締まり、フランスの港との貿易を望むイギリス商人には免許を申請させた。ニコルソンはノバスコシア総督としての時間の大半をボストンで過ごし、そのまた大半を別地の財政を調査することに使った。別地はニコルソンの敵意と自分の内情に関する差し出しがましい検査を ほとんど自分を抽象するための東派的な試みだと解釈した。ベッチはニコルソンのことを怒り、悪意、狂気が吹き込むことのできることなら何でもやる。悪意の狂人と呼んだ。ニコルソンはベッチがイングランドに行けば自己弁護できるであろうから、そこに向かうのを阻止し、ニコルソンの力の及ばないコネチカットのニューロンドンに逃げさせ、そこからイングランドに向かう船を求めさせた。 1714年、ジョージ一世が大位につき、ホイック島が政権を取り返すと、ベッチはそのおめを進ぐことに成功し、ニコルソンから総督職を取り戻した。ニコルソンは植民地を無視していると、ベッチたちに告発されていた。1721年に、カトーバ族インディアンの州長が作り、ニコルソンに渡した地図。チャールストンが左にあり、 マルジュは部族を表し、その間の線が部族間の関係を示すニコルソンは1721年から1725年までサウスカロライナ植民地としては最初の欧米総督を務めた。植民地人が領主の支配に対して反抗し、王室による支配要請に対応してニコルソンが総督に指名された。その反乱はインディアンからの脅威に対して、 領主たちが不適切な対応をしたことに促されたものだったので、ニコルソンはいくらかのイギリス軍を伴っていった。主に反乱の支持者で構成される評議会を作り、植民地の事情を支配するためのある程度の裁量を与えた。ニコルソンは他にも地位を持っていたので、政治的な対立を抑える手段として公開法の執行を使った。 メリーランドやバージニアで設定したものをモデルにして植民地の地方政府を設立した。例えば1722年のチャールストンの法人化があった。教育とイングランド国教会のために公費も自分の金も使った。植民地に全く新しい司法体系を導入した。チェロキー族インディアンとの協定を交渉して領土の境界を決め交易を促進し、 メリーランドやバージニアにいる時に提唱していたのと同様な政策を追求した。植民地政府にインディアン問題担当コミッショナーの制度を導入し、1750年代に王室がインディアン問題を管理する任務を再開するまでその職が残っていた。サウスカロライナ植民地は他の植民地と同様に通貨の不足が慢性的な問題であり、 それを補うために信用債権を発行した。ニコルソンが統治した時は債権が何度も発行されたが、ニコルソンが植民地を離れた後にインフレが危機的な状況まで高まることはなかった。しかし、それは商人を怒らせ、ニコルソンに対する苦情を貿易省まで上げることになった。プランテーション所有者のウィリアム・レッドなど領主制の支持者が、ニコルソンは、 密貿易に関わっているという長く続いた嘘の告発とも組み合わされ、ニコルソンはこれら告発に対して自己弁護するためにイングランドに戻る必要があると考えた。1725年にチェロキー族のバスケットを持ってロンドンに戻った。それは大英博物館の初期コレクションの一部になった。ニコルソンはイングランドの地で中将に昇進する。結婚することはなく、 グレゴリオ歴1728年3月16日にロンドンで亡くなった。セントジョージ・ハノーバースクエアの墓地に埋葬された。19世紀の電気でニコルソンがナイトに乗されたというのはその意思が20世紀初頭に明らかにされた時嘘だと判明した。ニコルソンはその短期で有名だった。歴史家のジョージ・ウォラーによれば熱情の欲しさに従うものだった。ある話では インディアンがニコルソンについて、将軍は酔っていると言ったとしている。ニコルソンが強い酒を飲んでいなかったと知らされた。そのインディアンは、私は彼がラム酒に酔っていると言っているのではない。彼は生まれながらに酔っているのだと返答した。ウォラーは彼の請求で激しい気象があればこそ、彼を大きな成功に導いたとも指摘していた。ウィリアムアンドメアリー大学のニコルソンホールは、 ニコルソンの栄養をた,たいた命名である。ありがとうございます。